皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は混合を含む数の変形と分母の有理化についてお話します。まず最初の部分、ルートのついていない数をルートの中に入れるにはどうしたらいいか、次にはその逆はどうすればいいか、そして次に分母の有理化、こういう順番でお話します。最初にルートの外にある数をルートの中に入れる方法ですね。この時まずルートってどういうものだったか思い出してみましょう。例えばルート A という数があったとする。このルート A の意味は2乗したら A になる正の数、こういう意味ですよね。2乗したら A になる正の数、こういうことでした。この考え方を元にすると、1番の3って、これ2乗したらいくつになります？9ですよね。ですから3をルートの中に入れるときには、3を2乗してルート9、こうなります。ルート9になる。ルート9の意味は2乗したら9になる正の数、つまり3のことですよね。ですからルートのついていないもの、これをルートの中に入れるときにはその数を2乗すればいい、こういうことがわかります。5は2乗したら25になりますから、5はルート25と、こう表せるんですね。ルート25、2乗したら25になる正の数、つまり5のことです。同じように考えます。カッコ3番はマイナス2です。マイナス2って負の数ですよね。ですからこれをルートの中に入れるときには、負の負のマイナスをつけてルート2の2乗をこうやってください。そうするとマイナスルート4、この意味は2乗したら4になる負の数、つまりマイナス2のことなんですね。このようにしてルートのついていないところ、ルートの中に入れることができます。じゃあ A ルート B、ね、ルートのついていない部分とルートのついている部分、こういう形の時にはどうすればいいか。 A ルート B というのは A かけるルート B の意味です。 A はルートの中に入れる時には2乗しますよね。この考え方ですね。そして B とかけてあげます。ですから A ルート B はルートの中では A2 乗 B と、こういう形になるんです。この考えをもとに括弧円盤の2ルート3、これをやってみましょう。もうこの部分は省略しちゃいましょう。で、分かりきっている部分です。外の2の部分をルートの中に入れると2の2乗、そしてこの3をかけてあげます。2の2乗は4ですから4312と、2ルート3はルート12と、このようになります。同じように考えて5番の3ルート5、これを3の部分ルートの中に入れるときには3を2乗して中の5とかけてあげると、サザンが9ですから9×5で45となって、3ルート5はルート45と、こういう形に変形ができます。次はこの逆をやってみましょう。ルート A2 乗 B、 こういう形になっているものは、ね、2乗の部分の A が外に出て A ルート B、 こういう形にすることができます。6番のルート28、これはルートの中で4×7、こ
こういう形にできますよね。4は2の2乗ですよね。ですから2の2乗かける7と、この2乗の部分の2が外に出て2ルート7と、こういう形に変形できます。同じように7番のルート18、これはルートの中で肉18、こうなりますよね。9は3の2乗ですから、ルートの中で 2×3 の2乗、この3の2乗の部分の3が2乗が取れて外に出ます。3ルート2と、ルート18は3ルート2という形になるわけですね。つまりこの2乗の部分ですね、2乗になっていればルートの外に出してね、形を変えることができるということです。8番のルート48ってちょっと大きな数ですよね。この場合はルートの48の48を素因数分解しましょう。48を素因数分解します。2で割ると24と、2で割ると12と、2で割ると6と、2で割ると3と、ね、48は2の4乗かける3、こういう形になります。ですからこれを一度ルートの中で2の4乗かける3と書いてあります。この2の4乗を2乗ずつに分けます。そうすると2の2乗かける2の2乗かける3になりますよね。この2乗の部分が外に出て 2×2× ルート3ですから、計算すると4ルート3、このように形を変えることができるんですね。分数や小数の時、部分的にルートを外せる、そういう時があります。例えば9番のルート9分の5、これを分母と分子に分けます。ルート9分のルート5、こういう形にします。9は3の2乗なので、ルート3の2乗分のルート5となって、これ3の2乗ですからルート外れますね。3分のルート5と、ね、分母の部分ルートが外れました。同じように10番ルート16分の3、分母と分子ルート16分のルート3にしますね。16は4の2乗なので、ルート4の2乗分のルート3、分母がルートが外れて4分のルート3と、ね、こういう形に変形できます。じゃあ小数の場合、11番のルート 0.07、これ小数を分数にします。ルートの中で100分の7とこうします。そしてルート100分のルート7ですね。100は10の2乗ですから、こういう形になって、で上がルート7、下の部分が2乗になっているので、ルートが外れて10分のルート7になります。12番ルート 0.3、 じゃあこれ分数にするときちょっと気をつけてください。ルート10分の3にしないでください。10って何かの2乗になっていませんよね。ですから10分の3だとルートが外れないんです。どう考えればいいか、実は0の数が偶数個と考えてください。ですからルート 0.3 はルートの中で100分の30、こうしてください。この100ですね、ルート
100分のルート30と、ルート100はルートの中で10の2乗になっているので10分のルート30と、ね、こういうふうに形を変えることができるんですね。では次はいよいよ分母の有理化ですけど、なぜ有理化しなきゃいけないかってのを簡単に説明しておきますね。分母の有理化というのは、分母と分子に同じ数をかけて、分母が混合を含まない、ルートはついていない形、そういう形に直すことです。例えばルート2分の1って分母ルートがついていますよね。このルートを外すために、分母と分子に同じルート2をかけてあります。そうすると2分のルート2と、こうなりますよね。これでルートが外れています。分母、これが有理化された形ということです。なぜこんな形にするのかっていうと、これ小数に直すとき、計算しやすいからです。例えばルート2というのはだいたい 1.414 です。これルート2分の1のまま小数に直すと、これルート2分の1は1割るルート2となるので1割る1.414 でしょ。ところが有理化した形、2分のルート2をやるとルート2割る2イコール 1.414 割る2とこうなりますよね。どちらが計算しやすいか、もう一目瞭然ですよね。もちろんこちらの形の方が計算しやすい、ね、こういうふうに小数に直すとき計算しやすいから、だから有理化するんだと、ね、分母有理化するんだと、こんなふうに覚えておいてください。では分母の有理化3問やってみます。13番、ルート3分の2、分母はルート3ですから、分母と分子にルート3をかけます。そうすると分母のルートが外れて3分の2ルート3と、これで有理化ができました。14番、ルート5分のルート2、分母ルート5なので分母と分子にルート5をかけます。そうすると分母は5、上はルート10と、5分のルート10と、このように有理化ができました。15番はルート12分の1、これ分母ルート12なので、これルート12をかけちゃう人いるんですけど、ちょっと待ってください、ね、ルート12もうちょっと簡単にしましょう。先ほど勉強しましたよね、ルートの外に出る部分があるんです。ルート12は 4×3、 4は2の2乗ですから、これは2ルート3分の1とこうなります。ルートの部分はルート3ですから、分母と分子にルート3をかけます。と分母は2×3分のルート3となって6分のルート3、これで有理化ができました。今回は混合を含む数の変形と分母の有理化についてお話しました。この動画を見て、あ、動画役に立ったなと思った人、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして分かったなと思った人、あ、解き方理解できたと思った人、でも見ただけで終わらないでください。実際に教科書や問題集を使ってそこで問題を解いてください。え、教科書や問題集めんどくさいよという人は、この動画に出てきた問題、同じ問題をやってみましょう、ね、それが解けたら分かってるってことです。実際に問題を解かないと力はついていきません。
実際自分で問題を解いてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。